気安く話しかけんじゃねえよ。俺を誰だと思ってる。このお方はカナイクの平和と秩序を守る英雄、アマテラス社保安部部長、ヨミーヘルスマイル様でいらっしゃいます。俺はこの町の平和を守る英雄だ。お前ら保安部はその誇り高き兵隊にもかかわらず汚職に手を染めるなんて、なんてひどいことをしやがったよ。だから先生、保安部のカナイクの平和のためにも死んでくれ。